はい、どうも。ですね、前回マスキングして塗りました。こんな感じでね、ブライトレッドも塗りました。ここのね、縁のところも塗りました。で、ボディもですね、こんな感じになりました。で、今回ですね、ふと思い立ちまして、これリアウィングのところがですね、黒なんですよね。で、またデカール貼るときにお話ししようかなとも思ってはいるんですけども、自分はですね、レーシングカーとかを作る場合には、もうウィンドウモールとかを全部塗ってしまってから、デカールを貼ってクリアを拭くようにしています。というのは、ウィンドウモールの部分の周りとかにね、このポルシェだとそんなにはないんですけども、デカールがキワキワまでついてたりだとか、あとはこれ、一番最初にね、最初にボディのマスキングの段階で、お話ししていた通り、どっかにね、飛び散ったりするのを防ぐために、全面にマスキングテープを貼るようにしています。で、そういうこともありますので、黒と、もう全部このウィンドウモールもセミグロスブラックの指示なんですけど、で、この後ろの部分もね、セミグロスブラックだったかな。の指示なんですけども、ウィンドウ、これだけの大きさなので、ウィンドウモールと、この黒の部分は、ちょっと、色調を変えようと。で、ウィンドウモールとかは、基本的にゴムというか、プラスチックとか、そんな感じだったりとかしますし、ここに関しては塗装だと思うんですよね。ここは、仮に、樹脂だったとしても、ここは塗装だと思うんですけど、で、その辺でね、違いを出すためにですね、ウィンドウモールと、このウェザーストリップのところはですね、ガイアのニュートラルグレー5という、ほとんど黒に近いんですけども、若干グレーがかかっているという、そういう色を、拭きました。で、そういう感じでね、ちょっとだけ、色合いを変えようということで、そういう風にしたんですが、こんな感じになってしまいました。こういうところとかね。で、ここをですね、今回はちょっと修正しようかなと思います。といっても、その場しのぎじゃないですけど、その時にこう、うまいこと、パッと見にわからなくなる程度にという感じで、ですね、デザインナイフ。映るかな。この辺で映るかな。この辺をですね、削ります。ほんの少しずつですよ。少しずつ削ります。ちょっとずつ。あんまり削りすぎちゃうと地が出ちゃうのでね、本当に、スッ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 と軽く刃を当てるような感じで。もうここに関してはスポンジヤスリを使いましょう。スポンジヤスリの3000番。タミヤのスポンジヤスリですね。ここを軽く。あんまり削りすぎちゃうと地が出ちゃうので、軽く。あんまり削りすぎるといけないので、軽く削ってね、こんな感じで修正してあげます。映ってないや。また映ってない。ちょっと映りやすいところでやりましょうか。ここ、漏れてるので、ここを。完全にはならなくても、パッと見に、さっきよりはマシかなレベルぐらいまでにはしときます。で、あとは、塗装が全部終わって、研ぎ出しとか終わった後に、タミヤエナメルの墨入れを、流し込んであげて、パッと見にはこう、このガタガタもね、あまりわからなくなるような感じにして、仕上げるという感じにしようと思ってます。よいしょ。
ほんとこう力を入れずに軽く当てる程度ですね。って感じでちょっとやってあげつつ、って感じですね。ここに関してはどうしようかな。ここちょっと筆差しで、筆差しで、筆差しで、筆、あれ細筆どこ行った面相筆どこ行ったよいしょ。こういう時にね、パッと道具が出せないあたりが、自分が、まあ、ダメなところですよね。ダメなところなんですが、改善する気配がないというね。とっても良くない、こう、あれですけど、あったあったあった。ニュートラルグレー5で、ちょっと削りすぎちゃったなと思ったら、こういう感じでね、ちょっと修正してあげたりしつつ、映ってなかったかな、ひょっとして、また。こういう感じでね、ちょっと修正したりしつつ、全体的にね、綺麗に塗れてるかとかっていうことを確認しながら、塗ってきます。何のためにエアブラシ使ったんだって思われるかもしれないですけど、マスキングしてね。まあ基本的にマスキングがね苦手なんですよね。で、またはみ出してしまったら、またちょっと削ったりとかしてね。そういう感じで微調整というか微修正しつつ、こんな感じでね、ちょっとずつ調整しつつ、で、塗りで、修正します。こんな感じですかね。というわけでですね、今回はまあ、マスキング剥がした後の、まあ、確認と微調整みたいな感じですね。そんな感じで、筆塗りして、ちょっと調整したりしましたという感じですね。まあ、修正っていうようなレベルではないと思いますけども、よいしょ。ここは多分ね、白を塗ってもね、隠れるかな。白って筆塗りしても結局あんまり綺麗にならないですよね、自分本のあれだと。映ってるかな。こんな感じですかね。あんまりやりすぎても、で、ここに関しては最終的に墨入れを流すつもりなので、この柱の部分だけやっとけばいいかなという感じでですね、ちょっとずつ修正して、いつもこれをね、話してることなんですけども、車において、車のカーモデルにおいて、このウィンドウモールってすごく大切だと思うんですよね。で、ここがパチッと決まってれば、だいぶ見た目もね、良くなるっていうのが自分の持論です。あとは、ヘッドライトとかね、テールライトのこととか、そういうのもありったりとかしますけども、まあ、塗らなくても、カーモデルとしては成り立つと思うんですけども、このウィンドウモールをね、パチッと塗ってあ
る作品っていうのはすごくね、仕上がりがぐっと良くなってるように自分は感じてます。まあとか言いつつ自分はもう綺麗に塗り分けできてないんですけども、こんな感じでね、修正しました。ですね、次回はですね、まあ、この上から一回デカール前のクリアを吹き付けます。というわけでですね、多分また次回はクリアを吹き終わりましたからの、デカール張りですかね、になるかなというふうに思います。こんな感じでね、一気に車っぽくなってきたんじゃないかなと自分は思います。このウィンドウモールを入れるとね、自分はテンションが上がって、うりゃーやったるぜーみたいな感じになるんですけども。というわけでですね、今回は、塗装のその3ということで、まあ、ほぼほぼこれで決定という感じですね。で、次回、クリア塗装と、デカールの貼り付け。まあ、クリアは塗装し終わった後ですね、にあると思いますけども、またちょっと日数が、収録自体は空きます。というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。